このボリューム何が正解か分かんない。ビーナスライブラベトーこれいってカウントはい、こんばんは。ラベトークのお時間でございます。こんばんは。はい、ですね、今日はちょっと結城さんが諸事情によりお休み、はい、ということになっておりますので、はい、私ベルが、進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。今日はですね、レズトークとオバトークとナベトークで、はい、そうでございます。3本立てでございます。よろしくお願いします。はい、ですね、はい、最初何でしたっけ、最初です、ね、メンバー説明、メンバー説明、あ、今日の、メンバーはですね、はい、トーマさん、はい、それから翔星くん、はい、それから勝江さん、はい、そして私ベルで、はい、の4人でお送りします。お送りいたします。よろしくお願いします。ですね、じゃあ合言葉説明を、はい、じゃあ翔星くんからしていただきましょうかね。はい、お願いします。本日のラジオの中盤で合言葉を僕が言うので、はい、ダブルと、ヴィーナスのオーナーに合言葉を言ってもらえれば、はい、ダブルとヴィーナスのオーナー両方から1000円キャッシュバックもらえるんで、はい、はい、よければ、はい、お願いします。はい、お願いします。どのタイミングで言うかな、わからないので、はい、はい、みんなよく覚えてくださいね。はい、お願いします。今日のラインナップなんですけれども、はい、今日は、人生の大先輩に聞く人生お悩みコース、お悩み相談のコーナーがございます。はい、それに、皆様参加していただきたいので、はい、もし私たちに質問があるとか、そういう形があれば、はい、こちらの方に、コメントの方で。コメントの方、はい、よろしくお願いいたします。何でもいいからね。何でもいいです。何でも。レズとかも関係なしで、はい、人生のお悩みですから。何でも答えちゃいます。はい、大先輩、コメントコメントが入りました。そうですか。半世紀来てるんで。はい、そうです。やらせていただきます。チーム50代がお答えします。チーム50代がお答えいたしますので、はい、よろしくお願いします。コメント、ちはるちゃんからです。あら、こんばんは。トーマ君、今日も最高に可愛いですね。今日はおいこちゃんとご飯食べながら見てます。あら、それを自分で読むんですね。自分で読んだ。僕も思ったわ。そうですね、自分で読んだ。次からはしょうちゃんに読んでもらうね。そうしましょう。ありがとうね、ちはるちゃん。なちなちなちこの裏赤さんからでございます。わーい、楽しみにしてたとのことです。ありがとうございます。なち、ありがとう。一面二人が見てくれております。ありがとうございます。二、はい、人は確実に見ていただいております。はい、ありがとうございます。すごい、だからコメント考えておいてくださいね。なんでもご質問をよろしくお願いします。どこに行ったっけ。でこれから、ゲームをしますということ、はい、せっかくね、20代と50代が揃っているのでですね、何でしたっけ、世代略語、世代別略語ゲームでございます。ゲームをしたいと思います。よろしくお願いします。企画の説明としてはですね、やっぱ50代と20代のチームで、その世代の時に流行ったり、よく使っていた、略語っていうのを、この質問形式でやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、でも本当全然違うと思うんだよね。あ、どこ行った？ありがとう。だから最近の若い子の使う言葉を言うんでしょ。そうそう。だって僕もう小生とさ、僕こうやって考えててもさ、うん、もう本当に僕ですらわからん。これって何みたいな。本当に使う？それってどの世代が使ってんのみたいな。でもこの2人がね、うん、2人が使う言葉でしょ。まあそう、2人も使うし、あとこの年代がで流行ってる、まあ、20代で、あ、今流行ってるってことね。そうそうそう、今の若い子ちゃんたちが使ってる言葉。そう、いや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 、簡単なやつから。簡単なやつ買います、うん、何ですか。何だったっけ、簡単なやつ。ちょっと喋ってて。もう早く決めて、もうお願いします。どうせわからない、ね、どうせわからない、どうせわからない。すげえ難しいやつ。すごい難しいやついくんですか。うん、うん、次最初簡単なやつからいきます。最初簡単なやつで、はい、最初簡単なやつからつまずいたらどうしよう。結構これ僕も使うし、ゆうきさんとかもたまに使ってる。あ、なるほどね、わ、はい、かります。はい、じゃあいきます。はい、お願いします。せーの、はい、第一問、でれん、ででん、馬先、あ、見えた。これはね、私ね、3日前ぐらいに知った。あ、マジで。私、だいぶ前に知った。それをね、すごい自慢げに言ってる、うん、お客様がいらっしゃって。あ、そうなの、ね、それで、うん、それは何ですかも聞けず、うん、ずっと探り探り聞いてたら、あ、もしかしてあれのことじゃねえ、あれのことじゃねってなったって。本当、じゃあそんなタイムリーに仕入れたこと、これ正解なんでしょうか。
せーの、バイト先です。正解でございます。ちょっとこれ簡単すぎたかな。簡単すぎ、一問目からくじけたら、ね、いやでも私初めて言われた時はぁってなりました。だよね。で、ゆうきさんは最初僕はバサキって使ってる、何それってなってたもん、バサシとか言ってこれちょっとかん、ね、これはちょっと簡単すぎたかもしれない。簡単すぎ、ね、あ、コメント入りました。はい、はい、はい。あ、コメントもバーバーやってくれるの。バーバーやってくれるの、すごい。はい、あ、トーマさんがいいことだったらちょっと呼んであげてね。トーマちゃんのいい話。あ、はい。はい。はい。はい、ちはるちゃん、しょうちゃん好きな妹も一緒に見てますとのことですので。あら、すごい。ちはるちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。次、なちなちなちこ浦岡さんからです。トーマくんもしょうちゃんも美女よし、ベルさんもカツエさんも可愛い、お悩み相談考えるわ今からとのことで。考えてて、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントが一番助かるからね、うん、助かる。はい、次第2問、第2問、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、チーム20代の第2問、チーム20代じゃじゃん。このあたりからちょっとむずいと思う。あ、本当、うん、これ順番に行くわけじゃなくてそっちばっかり行くわけね。あ、順番に、うん、いや、いいんですけど、こっちのターン、こっちのターン、あ、そうなんね。邪魔しんどいていいの。わかりました。承知しました、承知しました。じゃん、じゃん、ヌンカツ。何、ヌンカツ、ヌンカツです。これ僕も、うんってなった。何これってなったけど、あ、今時だなって感じ、ね、あれでしょ、推し活みたいな感じでしょ。まあ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 、誰かを、誰かをに対しての活動をする、ヌンに対しての活動をする。そうそう、じゃあそのヌンっていうのは何だいって感じ。ヌンに対してる、ヌンに対しての活動。でも今時よね。めちゃめちゃ今時。最近流行ったものなんですよ。そうだね。ヌンが。もうコロナ過ぎぐらいか。ヌンが。ヌンがです。ヌンが。ヌンが、最近の、むっちゃ考えてる。最近のヌン。むっちゃ考えてる。最近のヌンってなんだろう。最近のヌン。ヌンがつく単語が思い浮かばないね。ね、わかんない。なんでほら、インスタグラマーのこと、ちょっと映えな。おしゃれなような。そうそうそう。大体インスタグラマー。おしゃれなことをする。え、だからその、おしゃれな女の子がよくやっている。かき氷食べに行くみたいなこと。あれ、すごい映えるかき氷食べに行くとか。そう、そんな、うん。そう。じゃあ、かき氷を食べに行くカツだったら、かきカツとかそういうことじゃん。うんうん、そうそうそう。それを縫うんでしょ、うん、縫うんでしょ、うん、うん、私ね、今まで生きてきて、ヌを使った言葉を使ったことがない。なんか、ヌンという。わかんない。多分もうわかんないです。もうこれ出ないかな、じゃん。あら、そんな簡単に諦めていいの？いや、じゃあ、じゃあ耐える。いやいやいや、これやっぱり短縮されてるってことでしょ。あ、そう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 、そういうこと。ヌーだけじゃん。ヌーなんとか、うん、とか、うん、あとアフタヌーン、あ、アフタヌーンティー。正解。すごい、やったー。すごい、やったすごい。そういうこと。でもそれをヌン活って言うんだってよ。誰がやってんの？誰がやってんの？マダム。女の子たちで、あのホテルで、あの食べるやつでしょ？そうそうそう、変にタワーみたいになってる、ね、ちっちゃいフルなんかね、マカロンだったりチョコレートだったり、15種類ぐらい、ね、それやってるじゃん、あんまり見たことないけど、テレビしか見たことない。あ、それのアフタヌーン、ヌーンじゃなくてヌンカツなんだ。そう、うん、伸ばすのちっちゃいらしい。若っ。はい。若っ。若っ。ちょっと勉強になるわ。だよね。私も今日ヌン活してきたわみたいな感じ。あ、そうそうそう。とかヌン活行こうみたいな。行こう。今度二人で行こう。いや怖い。いやホテル側もびっくりする。二人で行こう。二人。二人でアフタヌーンティー。五千円、五千の五千円でさ、おばあちゃん、おばあちゃんたちなら一生帰らんのでしょ。一生帰らん。あの席一生喋ってて全然帰らんないけど。米田やと思ってるから。そう、ずっと喋る。米田に行ってください。はい。じゃあ三問目。じゃじゃん。行きます。はい、ダン。なんじゃ。はい、見えない。こちらです。ガンダしょうちゃん指震えてしょうちゃん手何大丈夫、酒足りてないんじゃない、大丈夫、すいません最近手が震えちゃって。はい、ガンダです。ガンダ、うん、ガンダーラ的な、違う違う、ガンダーラ何じゃそれ、何なのガンダーラ。歌あるよね、ガンダーラ、五代五やで、そうそう、五代五やで、これもジェネゲー、五代五やで、五代五やで、竹川幸秀ね、知らない、知らない、けど、え、ガンダ全然わからんね。ガンダガンバみたいな、そうじゃなくな、ガンダ、ガンダです。二つの文字が合わさってるかな。そうです、そうです。あ、ガンとダなのか、ガとダなのか。あ、そこの区切りで言ったらガンとダだね。はい。ガンとダなの。その感じでいくと。あ、コメント。ありがとうございます。考えて、その間に。ガンとダ。これも結構使う。ありがとうございます。
聞いたことない。千春ちゃんからです。ヌン活はオタクがよくやってますよねって。あ、そうなんだ。だからオタクの子たちだとさ、フィギュアを持って、その推しのフィギュアを持って、その透明のやつでしょ。透明なこのやつみたいな。アクキーみたいなのを持って。アクキーっていいの？アクキーみたいな人形。そうそう、人形みたいなやつを置いて。そう、とかをケーキの横に置いて、撮るとか。写真撮って。そうそうそう。もう何か忘れた。もう質問忘れた。ガンダです。本当に。アクスタの話してた。もう忘れちゃった。そういう年頃ですもうこの時間なんか何も覚えちゃいない。10分前のことなんか何も覚えちゃいないよ。私。ガンダ。ガンダ。そう、ガンとダ。結構使う。ガンとダをするの。ガンしま。なんて言ったらいい？ヒントで。でも行動ですよね。そう。物とかじゃなくて。行動？行動系です。ガンガンダンスをする。あー、でも、まあ、近い。ダンスは追ってないけど。ガンガン？ガン？ダンベルじゃないな。ダ。そう。あと、ダ。ダから始まる言葉だよ。カタカナダイエット違うな若い子だ。あ、でもまあ近いです。えガンガンダイエットする言いづらいやろ。ガン出してだからガン見とか言ってさ。あ、そういうことね。そういうことね。そういうことね。かっちゃんすごいね。かっちゃんいいよ。あ、いいの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 だからそのダがわからんよね。ダガンダ、ガンだから、ガン味のちょっと違うってこと？そう、ガンの意味合いは合ってるから。あ、すごいってことね。すごい何かをするもんね。そう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 。ガン黙る。今黙ったね。今そう黙るのダじゃん。すごい何も言わないヒントでもねえわ。ヒントね出しなよ。頑張ってヒント。ダは急いで。ああ、うん、いいですね、いいですね。ちょっとお待ちください。ダッシュ！そう、正解！あ、そういうことね。あ、なるほどね。あ、すごいダッシュで来てよ、みたいなね。あの、ガンダでお願いします。時間ないから、ガンダで。ガンダで。ガンダ。あ、そうそう。ガンダで行くわ。みたいな感じです。本当に使ってる？ガンダ。本当に使ってる？え、マジガンダで行くわ。とか。とか、ガンダで？みたいな。ガンダしてきました。ガンダで？ガンダしてきましたよ。そうそうそう。初めて聞いたね。初めて聞いたね。チャリで言う立ちこぎを盛りこぎって言うみたいな。あ、それ、そうそうそう。毎日で盛りこぎできた。ああ、私毎日盛りこぎって。何色だっけ、チャリ。紫メタリックの。紫メタリックの自転車があれば、ちょっと、声かけてください。私、女子です。そう、女子大から。前と後ろにカゴついてる。そう、カゴついてるやつで。真紫メタリックのチャリは全部山田でございます。そうです。後ろに盛り盛り氷乗せてる。そう、前に咲く後ろに氷で。そうそう。そんなベルさん、ホストはキャッチするだから。そう。どんなメンタルでキャッチするの？酒あんなに持ったおばはんを。そうそうそう。初めて30分のホストだと思う、多分。なんか、やったことないホスト。今日初めてのホスト。じゃあ、4問目いきまーす。はい。じゃん。ガーチャーです。またね、またガーなの？そう。すいません、ね、ガーツです。涼しいみたいな。違う。ギロッポンみたいな感じ。あ、違う。じゃなくて。ガチャは、あのガチャじゃないの？結構さ、めちゃくちゃ最近じゃない？え、ガチャやるみたいなこと？あ、違います。全然違います、それは。ガチャ。うん。これ、これもガーのチャーなの？いや、これ一つです、一つです。ガチャって。で、あとに、なんか、ノリなんですよね。そういうネタ。え、そういうネタ？ガチャみたいなネタ？じゃ、なんていうかな。あの、ノリで、使う言葉かな。そうです、そうです。ガチャで行こうみたいな。あ、違う違う。ガンダ取られすぎて。ガンダに引っ張られすぎて。どういうこと？ガチャです、ガチャ。使う感じとしては、え、それガチャみたいな。うん。あ、そういうこと？それガチャってことは、それガチャはてなぐらいの。そうです。ああ。びっくりはてなぐらいの。それってガチャ？それってガチャってことは。え、もうほぼ答えですよね。そうだね。僕に関しては、僕もそうやって、あ、これ、その言葉自体分かってるけど、チャーが何か分かってない。ガチャ出してる人が分かんなかった。私らももっと分からんよね。なんかもう、嫌だ、この人たち嫌だ。ガチャ。もうこれでも、あれですよ、もう。何もない。それ以外何もない。それ以外何もない。それ以外何もない世界にガチャが一つある。そう。違う。分かんないわ。あら、コメント入りました。はい。すごい。ありがとうございます。ガーチャーについてる質問ね。はい。
はい、きょんちゃんさんからです、はい、仕事帰りの車の中から見てます、ありがとうございます。仕事終わりは疲れ様です。疲れ様です。そうね、うん、普通の人は今仕事が終わるぐらいだもんね、そうだ、でもこんな時間までされてるんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ガーチャです。もう今お疲れ様ですってガーチャが全部飛んだ。多分この意味知ったらもう使っちゃう、うん、あガーチャー。もうベルさんなんかもう今日の今日にも使うよ多分。本当？もうそれガーチャー言うてるで。えマジで見たら意味？トムタガーってなってなってなって。ガチガチ。合ってる合ってます。ガチだガチなんでマジだと。ガチチャンス。ガチだ、もう、じゃあ、もう、正解です。ガチでいい。そう、正解です。それ、ガチ。だって、ガチって言ったら、ガチはなぜガチャーンって伸ばすの？え、もう、そうい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 う、ガチャーンみたいな。ガチーとかって言うことだ。あ、そういうことね。もう、すぐ、あ、そういうことね。そう、カタリさんよく言うじゃないか、言うじゃないですか。すいませんって言うじゃないですか。そういうこと、じゃあ、その損って何言ってるか説明できないでしょ。そう。すいま尊敬でも。そうそうそう。おさるが言ってたから。そういうノリで。そういうことね。そう。当たり前だのクレカだよ。そう。そう、そういうか、そう。そういうこと。そういうノリだよ。そういうノリだよ。なるほど。そうだよ。なるへそね。多分次は。ほら、なるへそって言った。それこそ。そうそう、なるへそ。なるへそもなんなんてなるから。そう。そういうことです。はい。じゃあ次、ラストの質問ですね。はい。はい。いきまーす。はい。これ、僕もわかんなくて、翔ちゃんに聞いちゃった。え、翔ちゃん何？フロリダです。フロリダはの国じゃないの？国じゃない、違います。これ多分めちゃめちゃむずいです、うん、え、でもさ、フロって多分さ、フロリダからは全然遠い？フロリダは関係ない、関係ないのね。え、でもさ、最近さ、そのそれこそあのサウナが流行ってるじゃん、うん、だからそのフロ、そう、ね、フロでリダするみたいなことでしょ。リダまあまあまあ、リダスやってるとしたらまあ、うん、そうかな。風呂で離脱。そうそうそう、風呂で離脱。あ、正解です。そうだよね。あれ、あれ、あの風呂のあれ、あれだね。整うやつだよ。そうです。そう。風呂入るから一旦離脱するわ。ああ、例えば電話とかで。ああ、そういうことね。流れちょっと風呂入るでちょっと離脱。めっちゃすごい。風呂離脱。ああ、もう使ってるわ毎回。でしょうね。毎回使ってるから出ちゃった。使ってねえだ。行ったことないよ、フロリダなんて。誰とも電話したこともない。そう、ごめんなさい。ここ5年ぐらい誰とも電話したことない。すいません。心配。心配。じゃあ次、大御所チーム。はい、お願いします。はい。じゃあ私が書きます。手震えるかな、私も。大丈夫よ。大丈夫ね。お酒飲んでないから震えちゃう。なんか、あ、じゃあすっごい簡単ですね。これはね、でもね、誰でもわかる。聞いたことあるかな。全然ある。全然ある。全然ある。世代なわけでしょ。余裕でわかります。いや、これわかるわ。これわかるわ。小生にとってはおばあちゃん。これもう本当に。じゃあ第一問です。はい。ババン。じゃじゃん。じゃじゃん。おい。これは今でも使うね。炒めし。うん。炒前の飯。あれ。え、まさかね。え、まさか。合ってんの？違う。え、まさかのそんな答え出ると思わなかった。炒めし？炒めしだよ。炒めし食うわ。いや、それも最近ね、そんなこと言わないと、この世代が。一旦ご飯食べるね、世代。ご飯もない時代なんだから、食べたい。あ、ごめん。え？炒めご？あれ？炒前の飯かと思いましたもん。ありがとうございます。え、嘘でしょ、今でもだってテレビで言ってる人とか言うよね。いいでしょうか、ごめん。はいはいはい。ウニさんからです。ベル結婚しようね、です。やだ、嬉しい、する。ありがとうございます。婚約しました。婚約しました。おめでとうございます。1年ぶりで彼女できました。ありがとうございます。じゃあ帰りにゼップして帰ってください。はい。じゃあ次、ちはるちゃんからです。はい。それガーチャーほんまごめんやで、ですね。一時期友達とめっちゃ使ってました。あ、そうなんだ。流行ってんだね。だからセットなんでほんまごめんやで、までが。あ、ガチャほんまごめんやでっていうの、そう。長いは覚えられるわ。いや、全然使えないね。もう、ほら、ちはるちゃん、ほぼ全部使ったことあったっていうことです。あ、そうです、すごー。じゃあこれ、炒めし考えてください。炒めし何やと思う？炒前の飯じゃないの？痛い飯。もうそれね、35回ぐらい言ってるけど、違う。炒前が主流じゃないですか。ウーバーとかないじゃないですか。炒前の飯。毎度？毎度ドラ金持ち。え、そういう、まあ、ウーバーはないよ。ウーバーはないけど。炒飯？え、飯は飯、ご飯やろ？ウーバーにも。あるよね。ある。え、炒めし。炒めしウーバーにもある。例えばカレーとかのテンションで炒めしがあるってこと？はい。あ、何の、じゃあ、何が好きって言われて、私炒めし。みたいな。
炒めたご飯。チャーハンやんか。普通にチャーハンって言うわ、そんなもん。焼き飯みたいな。いや、こんなんでつまずく？ちょっと待って、ご飯ですよね、これ、うん、ご飯のことですよね。え、その例えば麺とかじゃなくて米だよね、飯だから。はということ。まあでも飯って、これはね、でもね。真っ赤に。あ、そうだね、そうだね、そうだね。食事。食事。食事。うん。食べ物のジャンルじゃなくて。食べ物のジャンルだよ。例えば和食、うん。あ、そうそうそう、そういうこと。そういうこと。イタリアン飯？そう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 。イタリアンご飯だ。まあ、イタリアンレストラン、なんか炒飯行くみたいな。私たちの時は。そうそう、やばい、もう分かんない。あ、で、うちらがちょっとバルにするか。みたいな感じか。そう、炒飯行こう。炒飯がすごい流行ったの。炒飯とテラミスね。うんうん、テラミス。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 テラミスってあのデザートあるじゃん。うん、あれがめちゃくちゃ流行って、そのバブル時代にね、もうイタリアンレストランでテラミスを食べるのがもう、あ、そうなのね、優雅な、あ、めちゃくちゃおしゃれ、ヌーカツ的なことなのね、それが。そう、すごいおしゃれ。なるほど。それで、行こうっていうと、そうそうそう、それでおしゃんなし、おしゃんなの。そこであのイカスミスパゲッティ真っ赤っぽいで、真っ赤っぽいで食べるっていうのが、いや、そこで食うなよ。今じゃあその時はもうそれが一番イカスミのパスタ最先端、みんなで真っ黒なして、それでも洗面所で歯磨きして、はい、コメント。どんな世代やねん。何が流行ったんねん。よかった、この世代流行ってなくて。30年前。絶対嫌なんだけど。30年前です。ナチナチナチコの裏垢さんからです。炒めしわからないのびっくり。ナッチもその世代なの？そうよ、そうよ。びっくり。ナッチは分かってくれると思ったわ。びっくりしちゃった。さすがナッチよ。ウニ、1番目の婚約者いてるけど絶対結婚。じゃあ2番目になるのかな。はい、じゃあ2番目で。1番目の方が離脱したら、うん、リラしたら次山田です。じゃあお待ちしております。お待ちしております。チャンスはあるよ。はい。ほら、千春ちゃんも炒めし、てんてんてんはてなです。マジか。いや、私これがいっちゃん簡単だと思った。炒めしが、うん、この後のだって普通にテレビでもね、言ってたよ。板車の方か。板車の方の板ってさ、そっちの板じゃない？千春ちゃんが何も理解できていませんでしたけど。はい。あ、コメント入れました。はい。イタリアン。ありがとうございます。きょんちゃん、イタリアンな飯な意味なのでは正解です。そうです、そうなの、そう、イタリアンなご飯、イタリアンご飯、そうそうそう、ご飯、イタリアンでした。じゃあ、はい、2番目いきます、はい、これはでもね、結構近しいからいけると思うよ、うんうん、近しい、うん、じゃあ普段から、じゃあじゃじゃん、しょっぽ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 みたいなこと、しょっぽじゃない、ぼじゃない、しょ、違う、待って、それはしょっぽなのかしょっぽなのか、ね、しょっぽ、あのね、どっちかって言ったら私だけ関係ないかも。こっち3人めちゃくちゃ関係あるかも。うん。私あんまり関係ない。どういうこと？私あんまり、生活に関係ない。この3人がやってるけど、私はやってないの。やってないの。この3人はやってる。何を知ってんの、私たちの。いや、知ってるわ。私たち何を知ってんの、私は、いや、この3人はやってる。今ね、小生ね、タバコか。タバコ関係じゃないですか。そうそう。ジッポとか。あ、ジッポはライターのあれ。あ、じゃあこれ言ったら分かるかな、セッタ。あー、分かった、タバコギュッて、うん、それセッタ分かるでしょ。で、セブンスターやろ、うん、じゃあショッポ、ショートホープピンポーン、ポーないやん、あるやん、ショッポじゃん、ショートホープだからさ、ポーはどこから来たの、ショートホープ、ホーのプーの丸がこっちに来たあり、それそれガーチャーそうそれガーチャーそれほんまごめんやね、ほんまごめんやね、ほんまごめんやね、初めてですか、うちらが作ったわけじゃない、そう、私たちが作ったわけじゃない、丸いどうしていいのかって、なんでもありな世代、無理すぎ、そう、なんでもいいね、私たちも発展途上国だから、あの日本が発展途上国、今もだわ、今もなおだわ、発展途上国だった時代にちょっとね、あの若者の時代は、コメントありがとうございます、ありがとうございます、むずありがとうございます。なちなちなちこさん、おい、ともくん、なちは永遠の28だから、こっちサイドだからね。炒め、ね、しが分かっちゃったら、なちその世代で、ね、こっちだから、よく、いろいろ物知り博士だね。きょんちゃん、タバコかしら。そう、正解です。詳しいです、ね。みんなは、よう分かるわ。そう、分かるよ、これ。はい、ちょっと下手になっちゃった。じゃあ、3番目。何がやったかと。いやいや、字がね。字がね。はい、じゃあ、3番目いきます。はい。せーの、ババン、じゃじゃん、レスカ、レスカ、あ、これ聞いたことありますよ、レスカ、本当だ、ジーエタクソミミズハッタイ、そう今震えちゃったなんかだけどなんか震え、いや、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、すいません、思考連期です、レスカ、それは
え、レスとカは分かれてる。それとも一文字？一文字ですか？一文字。なんかショッピングモールかなんかじゃないですか？それ S かな。惜しい、翔ちゃん。惜しい。レスか。全然違う。全然。物？物。レタスカット。ああ、それレタスカットを使う？いつ使うの？レタスカットをいつ使うの？絶対流行らんやろ、あっても。あ、でも、あれは分かる。あ、じゃあ、あれ分かる？レイコーは分かる？あ、レイコーはね、僕、この間、本当にタイムリーで分かったの。うん。何ですか？レイコーはアイスコーヒー。だから、レイが、だったら冷凍、レスか。ちょっと待って。レスポンスカット。レスポンスカット。ねえ、ねえ。レイコーの話。アイスコーヒーの仲間や言っとるやろ。分かった。大丈夫、うん、今ちょっと単が詰まったわ。ごめんなさい。単が絡んだ。ごめん。今、うん、留学さん持ってきてください。すいません。なんか、ごぼって出そうや。ほんと、今、単が絡んだ。ごめんなさい。すいません。ちょっと お聞き苦しいところをごめんなさい。すいません。ですか。あ、コメント入りました。ありがとうございます。ちょっと熱くなってきたんで、ちょっと温度下げてもらってもいいですか？あ、そうね、そうね、そうね。ちょっと温度下げてもらってもいいですか？さっき寒いって言うんです。すいません。寒いって言ったら暑いって言ったら、ちゃるちゃんもほら丸が移動する意味が分からない。いやいやいやだよね。移動だって、こうやって別に私たち発信じゃないもん。私たちがしょっぽ作りましたじゃないの。丸が移動していいね。ってことはよ、冷凍がアイスコーヒーだから、カそれはなんで知ったの？コーヒーじゃん。美容室でいつも僕アイスコーヒー飲み物どうするって言われて、アイスコーヒーのブラックでって言ったら、あ、オッケー冷凍ねって言われたの。冷凍じゃなくてアイスコーヒーだよって3回このやり取りしたの。あ、でもね、この冷凍はね、大阪のあれらしいよ。そうそう、大阪でしか言わない。多分東京では通じない。え、でもさ、冷凍の子がコーヒーだったりってことは、かが飲み物でしょ。え、飲み物なんですか。そうです。だよね。かじゃないな。かじゃない。スカ。レとスカ。あ、そうだね。レのレのスカだね。冷凍だから。レモンスカッシュ。正解。まあレモンスカッシュなんて今ないけどね。あるよ。レモンスカッシュある。あるよ。レモンスカッシュある。ある。喫茶店くらい。喫茶店、そう、喫茶店で、だから、レスカ、レスカでお願いしますみたいな。へー、みんな使うんだ、さて。そうだね。生絞りだったら生レスカと。生レスカ。なんかエッチだね。生だけやろ。生レスカ。生のレースの蚊だよ。なんか、じゃあうちらがさ、雪印コーヒーのことをゆっこって言うみたいなこと。何、僕は言わない。ゆっこって言わないの。何、雪印コーヒーがあんまりちょっとメジャーじゃないの。コーヒー牛乳でもいろんな種類があるじゃない、うん、あ、雪印メグミルクみたいなのコーヒー牛乳はゆっこだし、バンホーテのココアのことはバンコだし。そのバンホー知らないです。バンホーテのココア知らないんですか。知らない。うわ、やばいね。知らない。バン茶しか知らん。バン茶バン茶ワンちゃん売っとる。ワンちゃんも同じだ。お茶しか知らん。はい、じゃあ次。はい。あ、じゃあこれはもう次はね、でもね、これ絶対わかる。もうこれわからん。次ちな何問目？いや、4問目。あ、まだ4問目。まだ4問目。あのコメントはあのね、最後にめちゃくちゃ難しいやつで、むちゃくちゃ懐かしい。50代の方ちょっとお待ちくださいね。いや、おるかい。おるかもしらん、ごめんなさい。一番懐かしい。おるかいは失礼。それ言ったっていう言葉を今、これの次に出します。ちょっとお待ちくださいね。いや、そっちが気になっちゃって。もうそれ早く出して。予約。50代の人見てくださいね。ちょっと今これが終わったらすぐやりますんで。これさ、カタカナなのかな。うん。これさ、グーなの、グーなの。はいはい。どういうこと？そのチャンス大丈夫今。いや。はい。グーでいい。チョベリーグ。チョベリーグわかる。これわかりますよ。急に消えた。喋って。喋って。どういうこと？わかりますか？これめちゃくちゃ簡単なんだけど。そうでしょ？え、ちょっと待って。せーの。チョベリーグッド。チョベリバもわかる？チョベリバってやろ。あ、じゃあ次お待たせいたしました。チョベリーグだ。これは知りました。これはチョベリーグ。チョベリーグもう使うわ。全然使うわ。今使う？マジチョベリーグ。あ、ほんと？ありがとうございます。ありがとうございます。チョベリーグなんかめちゃくちゃ簡単だわ。じゃあ次のやつがね、うん、30分頑張るから。30分頑張る。引っ張れる話は今。なちなちなちこさんが、ベルさん今度レスカ飲み行こうって。はーい。ちなみにトーマくん、ゆっこはなって言わない。やっぱゆっこは言わない。言わない。甘みだけでした。そうね。はい。解決しました。さあ、50代の皆様お待たせいたしました。私たちが若い頃に、ちょっとたくさん、すごい使った言葉。はい。多分誰も知らない。ヤンエグ。ヤンエグ？これヤンとエグが分かれてますね、うん、はい
ヤンキー。でもね、それを例えば聞いたとしても、はぁでと思えた。あ、正解言われても。うん、正解を例えばこうだ、こういう言葉だよって言われても、多分分かんないから。それは会話の流れで使うのか、ものなのか。使う。か、どっち？会話の流れで使うし、そうね、あ、私たちが憧れてたことですね。うん、ヤンエグに憧れてんの？はい。若い子もう今更うちらはね。ね、そう。どういうテンションで使うの？会話で一回言ってみて。会話で？うん。こないだヤンエグと会ってさ、ディスコで。ヤンエグ、ヤンエグって人？それともヤンエグっていう、そういう、なんていう、キャラというか。どっちだと思う？どっちだと。ヤン。ヤンエグ知ってる人ちょっとコメントください。ヤンキー。その時流行った。めちゃくちゃ流行った。その人たちがなんかこう日本を支えてた。そんなに。ヤン。高度成長。それは、はい、それは男、うん、女。男も女も。ああ、ギャルみたいなことをちらで言う。だから、あ、近いね。だからヤンのヤンは。ヤンキー。ヤング、あ、うん、ヤング、ヤング、ヤング、うん、えぐい。でもね、ごめん、あのね、ちょっと、あの、トーマちゃん、この言葉知らんかも。え、えぐを？えぐを。うん、だけど、絶対嫌。いや、絶対嫌。ヤングな、ヤングな何かでしょ？そう、ヤングな何か。英語？英語。エグから始まる英語、うん、エグから始まる、え、そう、エグから始まる合わせてだよ。エグ、エグニッション、全然エグニッションじゃない、ありません。エグ、あ、でも飛行機とかだったら、飛行機とかだったら使わない？エグ、エグゼクティブ、あ、あ、ピンポーン、ヤングエグゼクティブですね。エグゼクティブってことは、ええ感じの、あの、だからその若くして経営者になった人とか、それから大企業の役職に就いた人のことを、あ、もう私の、ちょっと待って、トーマくん分かんないんじゃない、舐めすぎじゃない、普通に舐めすぎだろ。なんか私の彼氏ヤンエグでさみたいな、へーとか、なんかその将来結婚するんだったら絶対ヤンエグと結婚したいみたいなとか、そういうなんか若くして成功した人のことをヤンエグって言ったんです。うちらでなんて言う？ヤンエグですか？ヤンエグのことなんて言う？へぇ、若くして成功した人のこと、まあ、大金持ちがいい、なりきんは一代で財をなったことのこと、人のことをなりきんっていう、なんだろうな、だ、重役さんとかさ、例えば若くしてこう企業の重役さんになった人とか、そういう、なんか、仕事的なやつのこと、仕事的な人のこととか、仕事的です、うん、まあ、そのね、若い仕事的です、仕事的、仕事的、仕事的な、うん、若い仕事的、そうそう、ヤングな仕事的、ヤング仕事的、ヤング仕事的、ヤング仕事的、なるほど、はい、以上です。なんとなく盛り上がりました、なんとなく盛り上がったので、はい、また次回このメンバーの時はこれをやります。 このメンバー二度とないかもしれない、ね、ちょっとこのヤンエグをずっと書いてると、あ、ごめんなさい、ありました。むず、ありがとうございます。はい、チャールちゃん、チョベリグ以外頭の中をはてなだらけでした。むずーって、むずーでしょ、ね、どうなんだよね、ヤンエグなんかやっぱ、でもチャールちゃんが流行らそう。私らこの間本当に50の人とそのヤンエグの話でね、35分くらい盛り上がった。そうや、昔言ったねー言って、そう、いや、これからまた流行らしていくわね、うん、じゃあチャールちゃんが、チャールちゃんが率先して率先してヤンエグ、ヤンエグ使っていって、お願い、ヤンエグ使ってってください。 あと何だった、レスカ。レスカ。うん、これも使っていってください。しょっぽ。しょっぽ。しょっぽ。炒飯も使っていってください。まず今度炒飯行きましょう。炒飯は、イタリアン飯。イタリアン飯。まあ、イタリアンレストランみたいなことですね。イタリアのご飯を食べに行くということですね。はい。はい、です。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、次のコーナーでございます。はい。人生大先輩に聞く人生お悩み相談のコーナーでございます。よいしょー。みんな考えてるよね、ちゃんと。ちゃんと考えてる、ね。ちゃんと考えてきたよね。ちゃんと考えてるね。ね、視聴者さん。一応ね、視聴者さん、何か質問。はい、別に、はい、LGBTQ 関係ないので、何でもよろしいので、はい。人生の先輩に聞く。はい。はい。はい、じゃあ、まず一つ目。はい。いいですか、はい、今妻子のある人と付き合っています。離婚して一緒になってくれると言ってるのですが、本当に信じてもいいのでしょうか、という結構重い質問、重い、はい、これってなんかもうその、うん、ごめんなさいね、すっごい嫌な言い方をしますが、
その信じていいのでしょうかどうのこうのよりも、うん、あなたもされるよってことですね。へへ、怖い怖い。明日は我が身みたいなこと。だから私、人生で、したことはされると思ってるんです。あ、やったことは返ってくるってこと？絶対返ってくると思ってるんです。だから、もしあなたがそこで妻子のある人とご結婚されたとしても、その男の人はまたやるよっていう話です。ああ。だからそれを大丈夫ですかっていう話です。そんな大丈夫ですかって言えちゃうわ。いやいや、だから、そうそうそう、そうやって、そういう男の人だから、多分、男の人か女の人か、うん、まあ、まあ、これ、妻子って書いてあるんで、多分男性の方でしょうけど、うん、あなたと例えば結婚しても、また、新しい彼女ができたりとか、うん、浮気はしますよっていう、そういう人でいいんですかっていう。もうその人自体、そういう人だから、もう、そう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 、だから、まあ、信じていいどの頃の前に、あの人生覚悟を持ちなさい。そう、人生って、自分もされるよ、そう、人生って因果応報だよっていう話ですね。うん、はい。なんか怖い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 。されたことは絶対、嫌な終わり。したことは絶対されるからね。だからこれを覚えときましょう。したことは絶対にされます。はい、そうです。そうです。だからそういうことでね。うん、まあでも、楽しければいいんじゃないですか。活躍はどう思う？だから今、もうどんだけ付き合ってるか分かんないけど、うん、本当に結婚したいと思っても、うん、まあ、一応離婚してくれる、うん、いつまでに離婚してくれますか、うん、の約束、うん、プラス、まあ、それまでに別れないこともあるじゃない、うん、でもおすすめは結婚しなくて今楽しんでた方がいいと思います。あ、今の状態が一番ベストだよってことね。毎日同じで屋根の下で暮らしてね、うん、日をねえねえ積み重ねていくと飽きてきます、うん、やめた方がいいです、はいはい、そうです。先輩からの意見はやめといたらってことです。そうです。その人が綺麗な綺麗な格好して、うん、なんかあのすごいお金持ってすごいシュッとしてるのは、ね、奥様のおかげかもしれないですよ。あらー、そういうことでしょ。だから奥様が毎日何アイロンをかけて、うん、毎日美味しいご飯を食べさせてるからこそ、うん、その人が素敵なだけで、そうね、外で輝けるってことだね。そう、輝いてるって。それがね、ま、毎日自分の仕事になると、そう、毎日自分がじゃあ、そう、毎日自分がやらなあかんくなるよってそれはしんどい、それはしんどい、そうね。だからそうじゃなくて、うん、まあでも結婚したいんでしたらね、また、まああれかもしれないですけれども、うん、あんまりおすすめはしませんね。うん、でも私なんかあの愛されるよりも愛した方がいいと思うんです。自分が好きだったらいいんじゃないですか。ですって。そうそう、気が済むまで行ったらいいと思う。気が済むまで、その相手のことがどうとかじゃない、自分が好きだったら行けばいいです。うん、そうです。そういうことです。まとまりました。まとまりました。はい、じゃあ、コメント入りました。ありがとうございます。すごい、はい、なちなちなちこさんからです、悩み考えたけど出てこなかったけど、素直になる方法教えて。過去に素直にいろいろ言って振られてから素直に言えなくなっちゃったの。あー、かわいそうななっち、はい、素直になる方法はい、過去にその素直になったことでなんか振られちゃったんだって。みんな素直ですか？素直、僕も素直ですうん、私も結構ね、なんかね、嘘ついたりとかもすると笑っちゃうからバレる。なんかあんまりなんかその、何でも素直ってさ、何何でも言う、あのこう相手に対してこうしてほしいとか言えるとか、これが嫌だったみたいな。ああ、僕言えないってか、もう言わなくていいし、僕我慢できるし。あら、ドドン効果音、効果音ドドンじゃないでしょ。ああ、そういうことね。僕マジで言えないんですよ。例えば、え、でもほいで、ご飯に酔っ払ったら言うんでしょ？ちょっと言ったら。それで大喧嘩。そうそうですよ。まあ、元段階言うて。うん。あんま言えないんですよね、人に。ああ、そういうこと？うん、言う。でも、でも言いたいの？なちなち。なちこさんは。なちなちこさんは。なちこさんは言いたいんじゃない、うん、素直になる方法教えてって言ってんだから。うん、ああ、どうも、素直ですか？私も割と貯めるっていうか言わない。みんな貯めるタイプ。みんな。あ、だから翔ちゃんに、だから翔ちゃん何でも言うんでしょ。あ、言います。言うときはどういう心づもりで言ってんの、うん、なんか言わない方が結局後になって出てきちゃうじゃないですか。貯めるとそうやって。あ、そうね、そうね。その恨み袋に、恨み袋にずっと一生入れて、で、全部バーンみたいなことになるからね。そう。だから自分がまだ優しく言えるうちに優しく。
あこういうのが嫌だったんだけどみたいな、うんうん、あだからこうだったんだよみたいなじゃなくて、うん、こういうのが嫌だったんだけど嫌な気がするかもしれない、いい予感がしますぐらいの感じで言うってことね、だいぶ遠回しそうだね、そんな予感がする、今日この頃でございますみたいな感じで言うってことねなるほど、あなるほどね、なるほどなるほど、うん、なんか緩く緩く言うの、あだからその裏袋に貯めるこのこの一歩前でこう置くぐらい、そうね、そうそう並べて、はい、そんな予感がしますみたいなね、なるほどね、嫌な気持ちがするかもしれないですぐらいの、かもしれないことしないかもしれないけど一応言うねぐらいの感じで、ここは多分もう大ぶち切れのタイプじゃないですか、あ僕たちはだいぶ我慢してってことね、はい、なるほど、で言わない、僕消化できちゃうかもそういう、そういう人だ。じゃ我慢できることと我慢できないことあるけど、うん、ある程度自分の中で消化できちゃう。あ、そういう人だな、みたいな。あ、この人はそういう人だから。そう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 、あ、でも分かる。その、それこそね、人は変えられないから自分が変わろうタイプね。そうそうそう。お、スピリチュアル。そう、スピリチュアルタイプ。スピってるんだよ。あら、素敵。そうです。いや、でもそうだよね。うん。なるほど。そうだから、でも素直になるのってどうしたらいいんだろうね、でもそれって性格じゃない、相手を信じて言うことなのかしらね、そうですね、嫌われると思うと言えなくなっちゃったりさ、あーそういうことね、そういうことね、あだから受け止めてくれるだろうと思って、あでもさ、この振られたことがあるって言ってたよね、うん、振られたことがあるからそんな人はやめときなさいですね、はいだから答え、アンサー、受け入れてくれる人とお付き合いしたり、ね、お付き合いしたりとか一緒にいらっしゃったりとした方がいいんじゃないでしょうかって、はい、はい、ということです。はい、はい、解決。解決。はい、じゃあ2問目。あ、コメント入りました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいコメント入るじゃん。ね、ありがたいですね。ありがたい、うん。もう流行ってる。はい。じゃあ質問です。はい。ガチで推したちしか愛せなくて孤独死する未来しか見えないです。オタク人生楽しんじゃえばそれでいいんですかね。いいじゃないですか。それはそれでありだと思う。めっちゃいいと思う。もうその逆にね、いいよいいよ。私羨ましい。ちょっとハマっちゃった。人生に何の楽しみも見出せてない50歳も。何も押せない。あと死んでいくだけの50歳。誰も押せないし、何も押せないよね。そんな自分しか好きじゃないんだから。そんなの。自分のことで手いっぱい。そうそうそう。自分推しです。自分を推してるだけだから。ね、自分も押せないもんね。なんでもう、そこは合わそう。なんか。まさかの分裂、まさかの50代分裂前半と後半で分かれたわ分裂しちゃったしちゃったじゃなくてしちゃった分裂しちゃったじゃないのちゃるちゃの悩み感じいや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 ごめんなさい、だから推しがあるだけ幸せだと思う、推しは推せる時に推せみたいなことがあるから、うん、だからこういうタイプの方ってずっとこうだから今この人がよくて、うん、まあどんどんあ推しができるわけでしょ、そうね、まあ、それってことは死ぬまで楽しめるってことだから、うん、羨ましい、めちゃくちゃ羨ましい、じゃあもう死ぬまで推しがいたら、まあ、孤独死でもまあ幸せな人生だったんじゃないみたいなこと、あ全然大丈夫、うん、でいつか推しと結婚できるかもしれないしね、そうそれに今まだお若いと思うのでもうちょっと30年ぐらい経ったらなんかいい AI ができる、はい、推しにの推しにの会社ができるかもしれない、違う違う違う、あの苦しんだ時に電話してくれる、うん、いい AI ができるから孤独死はね、孤独死はしない大丈夫、はい、あの大丈夫、 AI に期待だ、ね、AI に期待、AI に期待して、ね、あと10年ぐらいしたらなんかこう、うーとか苦しんでたらちゃんとね、誰かが電話してくれる AI が、うーに反応してね、そう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 、できます、大丈夫です、大丈夫です、孤独死はしないで、そのまま推し活楽しんで、楽しんでください、はい、楽しんでください、はいはい、クエスチョン2問目、はい、じゃあ2問目いきます、あコメント入りました、コメントありがとうございます、ありがとうございます、あら素敵、はい、ありがとうございます、なちなちなちこ裏赤さんからです、はい、ベルさん、なっちは素直になりたいのよ、しょうちゃん勉強になります、思いついた悩み、元彼に住所変更してもらうにはどうしたらいい、知らない、何回言ってもしてくれなくて、うん、そいつのせいで寝てる時間にインターホンになって起こされたりするから困ってる、元彼の住所変更どうしたらいいの、自分が引っ越す、なんでなっちが、うん、なっち何も悪くないのに、いやもうだって連絡取る方がめんどくさくない、でもほら寝てそいつの荷物で起こされるの、インターホンになっちゃう、いやだから自分が引っ越したら起こされないじゃん、じゃあなんて引っ越すか、いやいや なんで何元彼が今住んでるところの住所は知らないの、あ勝手に転出届出す、ああ代理人です、代理人です、だって私離婚届出した時勝手にも
元種の住所を元種って言うのえそれさ公文書偽装で捕まるよいやいやマジでちょっとやばい話になってきました嘘です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 ちゃんと向こうのお母さんにこっちの住所を書いて過去の犯罪をこんなに揉み消そうとしてるのに我々が両サイドがすごいちょっと捕まりたい捕まりあかんやあかんあかんあかん絶対よお母さんにじゃ偽造じゃなくても人の名前変えたらあかんのそう。喧嘩しない。離婚してないことになっちゃうよ。喧嘩しないで。名前は本人に書かせたの。名前は本人に書かせた。はい。何時の話。公文書だから。だからその元彼の今住んでる住所は知らないの。わかんない。知らないんで。知ってるんだったら。もう終了5分前で早いもうじゃあこれだけ解決してこれだけねあの転送届みたいなのとりあえず半年有効なるからもし知ってればそっちに送ってもらうみたいな感じにああれで郵便局で出せるよねそう郵便局で出せるやつであの転出届みたいなのピッて出しちゃえばいいんじゃないそれだから、うん、あの戸籍じゃなくて住民票じゃないからあそうだね、うん、あ公文書偽造ならない、うん、ならないギリギリのグレーなやつっやギリギリのグレーなやつ言ってきた私も偽造じゃないからねちゃんともう入ってないよ母ちゃんその飲み物今犯罪者犯罪者そんなこと言われるちゃんと本人の判もついてもらったから大丈夫大丈夫大丈夫はい、はいはい、じゃあなんだった郵便局でね手続きをしたらいいということでしたのでそれか引っ越しですはいはい解決です解決ですあよかったなんかみんながねコメントありがとうございます一旦合言葉していいですかあそうだね一旦合言葉サボはいしょうちゃん合言葉せはい合言葉ははい合言葉はアッパー社長ではいはい今日の合言葉はアッパー社長書いちゃダメだよ、ブリさん。なんでこれ書かない方がいいの？うん。あ、ほんと覚えてきて。覚えてきた方がいい。覚えてきてね。はい。はい、アッパー社長で。アッパー社長です。お願いします。言ってね。言ってね。アッパー社長。アッパー社長って呼んだ場合でもいいの？うっか、まあ、それもいいでしょ。いいね。あ、すごい。そしたらもうほんと、ゆきさんもほんとに。いっぱい。いっぱい。そんなダブルでも言われたら、それベルさんの財布から出さないといけないから。嫌です。警察に了解したいんだけど。嫌です。はい、じゃあナッチから、はい、コメントです、もう引っ越すか住所知ってるけどなんか結婚してないから勝手にできなさそう連絡戻りたくないからストーリーに書いたりしてるまあちょっとやっぱ引っ越しじゃない？うん、それがいいって。それがいい。それがいい。隣の部屋で引っ越すじゃない？もうそれ引っ越しじゃなくて模様替えね。いやだって別にそのそこに来なきゃいいんだから別にもう隣のうち。まあ確かに。あの同じ簡単だしね隣だったら移動させる。移動させるのにね。空いてればの話。そのビルでそのビル。ビル内でね。ビル内でビル内の上下でやればいい。すぐできる。はい。すぐできます。解決。はい。解決。はい。次千春ちゃんから人類の AI の進歩に期待。いいですね。オタク人生満喫します。はい、よかった。よかったね。これからも張り切ってオタク人生楽しんで。はい。はい。はい。じゃあ合言葉の発表もしたし、次がですね、トーマバースデーとダブル周年の告知になります。あ、そういうことですね。僕のバースデーがですね、6月末の25から29の5日間でですね、1週間バースデーイベント年一のことを行いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。おいくつになられるんですか？28です。ちょっと待って。なんでそんな自信ない？ 28 です。8ですか？はい、ごまかしてんの？28。偽造のダブル。違います。違います。28です。28です。はい、お願いします。28歳のバースデーです。多分なんか写真が出ると思うんですけど、去年のかな？はい。はい。雰囲気がね、こんな感じだよ、みたいな。毎年なんかコスプレしたり、店内を内装したり。これ、これダブルですね。これダブルですね。あ、こんな感じですね、これですね。そうです。あの、みんなでちょっと衣装を合わせてみたりとか。ああ、はいはい。そうです。これが去年かな。去年これ、この、なんていうのこれ、オーバー。あ、去年のね、トーモちゃんのバースで私も出ました。そうだね。みんなでちょっと、サスペンダーでちょっと可愛くやってみました。これが去年かな。すごい変な服着せられました。いや、かわいいやな。ベルさんまだいいじゃん。次が内装の写真。兄の劇団。そう、内装ちょっとね、可愛くポップに去年もしてみました。あ、今年はどういう感じ？今年はまだちょっと
非公開で、はい、お願いします。非公開で、はい、そうです。可愛いか綺麗かかっこいいか、かっこいい系でやります。かっこいいか、あ、今やばい。はい、そうです。次、ベルさん。あ、私の、うちのダブルの周年が、7月の12、13ですかね。はい、金土でやりますので、よろしくお願いいたします。はい、1年やってみてどうでしたか？1年やってきて、もう本当に必死にやってきた1年なんで、なんともあれですけれども、最近ちょっと女性のお客様がたくさんですよね。最近男性がたくさん来てほしいなと思っている今日この頃で、はい、ございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、うちのヴィーナスはですね、もうダブルさんもですけど、求人を募集しておりますので、はい、あ、よろしくお願いします。ぜひ、働きたいという方はですね、両店舗をお店にお電話をください。はい。はい、優しく僕が面接しますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。ダブルは私が面接します。はい、お願いします。この後ですね、TikTok ライブを、ヴィーナスのアカウントでですね、うちで8時15分から、はい、TikTok ライブ、しますので、そちらの方もぜひコメントと視聴の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回この3人がね、TikTok ライブ出ますので、はい。はい。コメントください。はい。もうギリ、ギリかな、ギリ、あと10秒、あと10秒。いけるかな、いけるかな。ナッチ、合言葉を忘れないようにしなきゃ、もうヴィーナス近くに引っ越すことを視野に入れます。はい、はい、ありがとうございます。はい、引っ越せ、引っ越せ。引っ越し。いいと思います。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。